愛川良太は、福岡県福岡市出身の元プロ野球選手。小学3年生の時に野球を始め、中学時代は、福岡中央シニアで遊撃主兼投手としてプレー。行政国際高等学校では1年から3類種のレギュラーとなり、3年の時は内野試兼投手としてプレーするが3年夏は5回戦で、敗退し、甲子園出場はならなかった。 高校卒業後、首都大学野球連盟所属の東海大学へ進学。2年春には遊撃手のレギュラーとなり、2年秋には首位打者のタイトルを獲得するなど、リーグ戦、通算63試合出場、220打数69、安打、打率、314、33打点、ベストナイン3回、1998年度ドラフト会議にて、 オリックスブルーウェーブから3位指名を受けて入団。プロ1年目の1999年シーズンのオープン戦は好調で新人では、佐々木京介以来27年ぶりとなるオープン戦3試合連続ホームランを記録した。しかし、1年目の一軍出場はわずか2試合に終わった。2000年は一軍出場なしに終わった。2001年にようやくプロ初安打、初本塁打を記録した。 しかし、打撃は安定せず、故障がちであり、レギュラー定着には至らなかった。同年は近鉄が優勝を決めた9月26日の対戦で、9回表に岡本明からリードを広げる、ソロ本塁打を放っている。2002年は64試合に出場するも不審だった。2003年はわずか22試合の出場に止まったが、打率、340と高打率だった。 2004年シーズン最終戦で最優秀防御率のタイトルがかかっていた岩隈久さから2回裏に本類打を放ったことで岩隈の同タイトルを阻止した。なお、この最終戦では4回裏に安倍健太からも同日2本目となる2段本類打を放ち、これが結果的にブルーウェーブとしては最後の本類打となった。同年は49試合と前年より出場機会を増やした。 オフに行われた近鉄との球団合併に伴う分配ドラフトにより2005年はオリックスバファローズと契約2005年は合併したことでライバルが増え出場機会が激減2006年は一塁種44試合三塁で10試合外野で21試合と複数のポジションを兼任して自己最多の65試合に出場し自身初のシーズン2桁本塁打となる11 本塁打を記録する。同年から妻に勧められて、背番号を30から53に変更している。2007年は30本塁打を目標として、右方向への本塁打を増やしたいと、週刊ベースボールのインタビューで語っていたが、ウエスタンリーグでも打率、247と低迷。1軍では13試合出場、3安打、0本塁打に終わった。 2008年は7月25日の楽天戦で2年ぶりの本塁打を放つと翌26日の同カードでは先制決勝3ランを放った。しかし外野手のレギュラー争いに割って入れず1軍出場は10試合にとどまった。2軍では規定打席に到達しチーム最多の62安打11本塁打を記録。2009年も1軍出場は10試合にとどまり、 二軍でも打率、246、4本塁打と結果を残せなかった。2010年は一軍出場がなく、二軍でもわずか28試合の出場にとどまり打率1割台の大不振に終わった。同年10月2日に戦力外通告を受けた。トライアウトには参加せず、現役を引退。2011年2月、 元オリックスの高見沢講師が代表を務める有限会社アーデルバッティングドームに入社。打撃優先型の選手で、長打力はあるが、安定感に欠ける面がある。また、故障が多い傾向にある。守備は外野手をメインに、一塁手、三塁手もこなす。大学時代や入団後しばらくの間は、遊撃手がメインポジションだった。夢は、相川記念館を作ることである。 テレビ番組、通会。アカシア電子台に出演した際、門限破りをと書こうとして、門限破り玉と書いてしまったことがある。相川良司とは、同学年で名前も似ているために間違われることがあるが、血縁関係はない。ライバル意識も持っており、2002年には、横浜の相川選手より有名になると、ライバル宣言している。ありがとうございます。